おはようございます。速稼塾の久保です。ただいまね、すごくいいご質問いただきましたよ。ありがとうございます。あのネットでどの情報が本当か、どの情報が嘘か、もしくはどの情報が自分に本当と思えるのか、それとも自分には適してないのかっていうことなんですけども、これは非常に単純です。昨日花屋龍馬さんから世界に一人だけ届けみたいなメッセージをね、送られた方がいると思うんですけども、あの花屋龍馬さんの動画って誰に向けられたものかもう分かりますよね。一個人に向けてなんですよ。例えば私に向けてなんですよ。私のことをよく知ってて、私のことをよく考えてる人が自分の責任と名前を持ってですね、お伝えいただいたんですよね。で、これは信用に値する情報だと思うんですよ。でも逆にですね、多くの方が検索によってたどり着いた情報ってどうでしょうか。検索にたどり着いた情報って必ずしも自分に向けて言ってるわけじゃないというか、ほとんど自分に向けて言ってる情報じゃないですよね。ということは、これを多くの方が自分の検索の結果たどり着いた情報をこれだと思っちゃうんですけど、それが大きな間違いではないかなということなんですよ。自分に向けられた情報じゃないものを自分に向けられた情報だと誤訳してるんですよね。言ってみれば、あのネットで検索でたどり着いた情報っていうのは、その辺の道端歩いてる人にもしもしって、こういう情報どう思います、こんな考えどう思いますって聞いてるようなもんなんですよ。で、その人が無責任に名前も自分のこともわからないのに答えてるっていうことに対して、なるほどって思っちゃうってことなんですよね。で、実際ネットの情報ってその辺歩いてる人が家帰って書いてるんですよね。同じなんですよ。だからその辺の道端歩いてる人聞くのと。でも花屋龍馬さんではないですけど、私もよくやりますけども、あなたに向けて固有名詞を出して、あなたに向けて動画を送ってますよとかメッセージを送ってますよっていうのは、少なくとも自分の発言の責任を持っているのと、相手の方がどんな状況かって分かった上で最適化した回答をしているわけなんですよね。じゃあどっちを当てにするのかっていうことなんですよ。で、両方ともネットから取った情報です。私は花屋龍馬さんに会ったことがありません。要するに花屋龍馬さんがネット上に残した動画なり、ネット上に残したメッセージを見てるだけなんですよ。ネットで拾った情報なんですよ。さあ、検索の結果たどり着いた情報っていうのは、これはネットに落ちている情報ね。一口で言うと、どっちもネットに落ちている情報なんですけども、どちらを信頼に値するか、そして自分にですね、自分一人に向けたメッセージをこの世界で送ってくれる人が、さあ、あなたはいるでしょうかってことなんですよ。どうでしょうかっていうことなんですよね。これでだいぶ分かったんじゃないですかね。ではまたね、難しい質問でもいいんで、お寄せいただければと思います。ありがとうございます。